はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。今回から新企画、ルーキーズ2015やっていきたいと思います。はい。新人のみ、2015年度に入った日本人の新人のみで、ペナントレースを、まあ、勝ち抜こう、頑張ろうという企画です。はい。まずはね、選手から見ていきましょう。人数枠の問題で、溢れちゃった選手もいます。はい。とりあえず、こんな感じのメンツです。はい。パパッと能力だけ見ておこうか。まあ、ほんとパパッとになっちゃうけど。こんな感じです。はい。まあ、ほんとパパッとだけどね。ここで時間取っちゃってもあれなんで。はい。野手はこんな感じです。マノッチは作りました。今年もルーキーとして参戦させてます。はい。で、このマノッチを作った動画は、この動画の URL、ごめんなさい、この動画の説明欄に、URL 貼ってあるんで、そちらをご覧ください。作った動画は、はい、こんな感じです。はい。まあちょっとね、左バッターが並ぶような感じにはなってるんですけど、まあそこはあまり気にしないことにしました。うん、できるだけ能力高い選手を、うん、上位打線に置くような感じかな。で、送りバントが上手な選手は俺が見た限りでは一人もいなかったです。はい、こんな感じです。で、難易度なんですけど、チームプレイ、詳細、この状態から始めていきます。お任せで。はい、頑張ります。ごめんね、最初の動画はね、ちょっと、まあ、いろいろ喋らせてください。で、2014のルーキーズは、監督プレイでやったんですけど、2015のね、監督プレイのシステムが俺自身がどうしても好きになれなくて、で、今回全員操作で、動画を作っていきます。やっていきます。試合していきます。はい。で、全員操作でね、まともに映してったらなんぼ時間あっても足りないんで、ダイジェスト設定、こんな感じの設定にしてやっていきたいと思います。はい、頑張ります。早速やっていきましょう。うん、とりあえずね、このスターティングメンバーでもいけるんじゃないかなっていう俺の考えがあったから、あるから、まあスタメンいじらずこれでいきます。頑張ります。チームプレイで、ダイジェスト設定の試合、チームプレイの試合っていうのは何試合か試しにやってみました。はい。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、時間かかるときはかかります。かかんないときは10分かからず終わります。はい。それはそれとして、1試合、動画1本にします。長いときは20分くらいかな。短いときでね、8分とかで動画が終わっちゃうかもしれないです。はい。物足りなさみたいなのはあるかもね。で、チームは楽天です。デーブをどうしても使いたかったんで、はい、楽天にしました。で、もともと楽天にいたメンバーは、適当に振り分けてます。誰がどこにいるかは分かりません。もう覚えてません。早速マノチですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。次は、まあ、見せ球もありですが、ボールになるフォーク。よし、まあ、いってやりました。よし、守って、向こうのライト松井は松井和夫じゃないかな、多分。よし、まあ、失点のピンチ、得点のチャンスにプレーする感じですね。で、5点差以上ついたら、守備攻撃関係なくプレーしないって感じです。ナイスボール。ストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。ああ、そうですか。さて、バッターの岡、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜いて、ナイスボール。打って強い打球が多いのが特徴ですね。そうですか。横に逃がしたいんだよな、スロースライダー。そんな曲がんないかな。あ、いいじゃん。外へのスライダー、ここは見極めています。フォーク。あ、低すぎたな。フルカウントです。ランナー出したくないぞ。アウトローストレートだ。あとね、不安なのは
俺多分守備が絶望的に下手です。おお、ナイバッチ、ファウルボールです。粘るね。サードサードライナー掴んでアウト。なんだその球。アウトランナー二塁となりました。松井和夫だね。松井が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあチームとしてはここはしっかり確定して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。ボールになります。落ちるボールです。ナイスボール、速い、152キロ、いいね。そうですね、インハイカット全力、おお思い切らずした。チェンジアップ打った。セカンドランナー帰れば同点。バックホームするセンター前ヒット。さあ逆転のランナー出塁。杉谷か、一塁の逆転のランナーこういいです。いやー、1点は守りたいな。まず際どいコースをついてきました。お、ラッキーボール球の予定だったけど、どうする、高めに見せた後にフォーク。次が3球目、ストライクゾーン入っちゃったよ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、きついね。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。能力高い選手使ってる限りは抑えていきたいな。オレアード、とりあえずアウトコース投げとけばっていうのがあるんだけどな。平行カウント、アウトコース、これは見送ってボールです。粘られてフルカウントになります。よし、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃。やっぱピンチでの操作が増えるかな。さあここで迎えるバッターは守っていきましょう。田中、これが2球目。あーよく見ましたね、はい、外角低めのストライク。そっか、ボール2ストライクです。ファーストストライク取った時に盗塁で走られたんだな。1球目何投げたのかすごく知りたいね。4球目は何で来るか。落としてきましたが、まあ今踏んなかったけど、だいたいアングラの高さにフォーク投げとけばいいって感じだね。フォーク、しかしバットは止まっています。2球で追い、よし、空振り三振、前にボールを止ませません。このチャンスをものにしたい場面でしたが、中田か。さあそしてバッターボックスには中田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあここではしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。うわ、打つのか。ワンバウンドヒットになった。野間くん、今の何なんでしょうかね。今のはリプレイだね。何今の。いやー見事なタイムリーでしたね。早くもリードを取ります。しかしゲームはまだ序盤。え、びっくりマークもなかったか、エラーじゃないの。何だったんだろう。ファイターズこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。打ちました、取った、よし、投球します。オッケーオッケーオッケー、アウト、スリーアウトです。ちょっと攻撃したいですね。マノッチ以外のルーキーを使いたいですね。おっと、全然
チャンスが回ってこないよ。1試合目大谷ってのも嫌だったね。松本裕樹選手、間違ってたらごめんね。ソフトバンクのドライチかな。カーブ、ここは見送ります。うん、使いやすいストレートは。外れました。スリーボールになりました。これは手が出ないか。ストライクを取ります。これでフルカウント。うわ入んない。術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。低め、これは外れた。ボールです。しかし主審の手は上がらない。これでよし、ナイスボール。よし、いいよ。いや、もうちょっと攻撃の方でね、誰かしらちょっと使いたいね。ランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には2番の中島が入っています。見送ってボール。ストレート打った。うわっ、くそ、来ました。マジかよ、毎回ルーキーズ企画1試合目から誰か気がすんな。よかった、強い子。よかったよかった。ちなみに2014のね、初戦初め最初の動画で間のち怪我してるから。抑えよう。よし、力あるボールを、フォロー。この球は見送ります。これはわずかに外れました。よし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 。チェンジアップには反応しません。ボールです。満塁でフルカウント。 OK、よし、オッケーオッケー、いいよ。ちょっと攻撃もしたいね。ランナー出ました。お、鍵や。来た。さあ、ファイターズ。よし、倉本くん。ランナーを置いています。ここでリードを保っておけるかというと守備うまいよね。となりそうですね。なるほど、そうですね。まあ、ただ、さあ、なんとかするぞ。そう簡単には崩されないと思います。逆境持ち、素敵だね。どうした、なんかすげえしょぼい球いっぱい来るぞ。あれ、俺難易度見せたよね。まあ、ちょっと低めには設定はしてあるんだけど。セカンドランナーホーイン。やりました、ナイバッチ。イーグル。ここは抑えたかったんですが、富山さん、いいね。この場面で同点とされてしまいましたね。そうですね、流れが変わってくるかもしれませんね。ここで追いつかれました。同点です。ナイスボール。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるね。バットに当てよう。流し打ち持ってる。なるほど、ナイスボールですね。速い球を流そう。すぐに追い込みました。よし、インコースへ大きく外れます。危ない、鋭い球。危ないよ、もうそこら辺のコース俺今捨ててるから。いや、ごめん、ごめん、もう誰に謝ってるか知らないけど。ちょっとね、ストレート張ってる時にあのチェンジアップかな、難しかったな。よし、西野君行こう、西野君行こう。能力高いよ。左バッターの方が得意だからさ。よし、1枚。オッケー、ナバッチ勝ち越し。抑えたかったんですが、お、ん、なんだ、攻撃か。バッターボックスは3番マノ。大久保ゴールデンイーグルス、白星発進になるか。まあ一応デイブは
監督1年生ということにしました。俺の中で2球目は何か、去年の分はカウントなしということで、さて兄さん、バッターの間の左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。特に左ピッチャーが、こういうところで打つためにいるんだよ間の地、うん、ストレート打った、サードが抑えた、一塁アウト、役に立ちませんな。この感じで攻撃、よし行け、ちょっと期待はしてるよ岡本和真選手には。このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには4番のナイスボール、ちょっと俺ガラテと初対戦かもしんねえ、ごめん能力見ていい、すごいね、いいね、左のパワーピッチャーって感じかな。これが4球目、どうしよう、危ない危ない、わずかに外れています。どうしよう、ミート打ち行く、岡本和真選手三振持ちじゃないのは魅力的だね。4球目は何で来るか、サード、うわー今のはねしょうがないと思うよ、自分で言うのも好きだけどないバチだったと思うよ。医療が入ります、医療君、2アウトながらピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。うん、なるほど、そうですよね。外野前進してんだよな、外野抜きたいな。西さん、この医療対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、今あれでしょう、ランナー遠藤一世選手、中日のだよね、足速いけどさ、インコース高めの前進されたら帰ってこれないよね。抜けろ、よし、威力の足はどう、スリーベース無理だな、やめとこう、いいんでしょう、抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。よし君、君は強心だよ、慎重に行きたかったですね。最終回なんとも痛い失点となります。ここもアウトハイエダメだ、ボールで追い込んでいます。今のところミート GG だからね、三振ついたら本当鼻くそみたいになっちゃうからな、ミートが空振り、ここはランナーを変え、早かったな、141か、すげえ早く見えた。ああ山崎くん投げたかったけどね、日本ハムファイターズ完璧に抑えたんだね。誰だ最初、ごめん分かんない、54番誰、最高の準備をお高木隼人迎えたと思うんですけれども、一応うちのエースです。ぜひ明日から切り替えてほしいと思います。まあ能力的にもね、まあ今現在のその実績的にもやりました。見ますハイライト、なんか喋らずハイライト流されても寂しくない？これ普通喋るよね実況ね2回裏とかさ、喋るよね、本来喋るよね。うん、飛ばしちゃいました。こんな感じで、ルーキーズやっていこうかなと思ってます。はい、うん、まあお、みんなおめでとうございます。はい、お、みんなね成長いっぱいする、すげえな、ミート3曲がるんだ、まあ、バリバリみんな成長していくでしょう。はいはい、1位です、今のところ。有原対吉川面白そうだねこっちでもよかったかな、面白そうだね。はい、ということで今回はここで終わろうかなと思います。うん、予定ではまず、各球団と1試合ずつ取ります。で交流戦に入って各球団と1試合ずつで、その後にまた各球団と1試合ずつ、計16本は確定です。でその後に CS、まあ、もちろん目指します。 CS の動画を撮りたいなと、いつも通りだね。はい、でまあダイジェスト設定のこの面白い面白くないってのはちょっと分かんない、人それぞれ意見が分かれるところだと思うんだけども、賛否もあると思う。ただ俺の中では今回の
2015の監督プレーに関しては俺もうピなんだよね。あんまり好きじゃない本当に。ということでこれでやっていきます。はい、様子見、まあちょっとみんなの反応がどんな反応があるのかが分かんないけど、こんな感じでやっていきます。難易度だよね、問題はそこ、難易度。まあお任せにしてるからさ、まあちょうどよく変わってくると思うんだけども、ここだね。まあ糸井の企画、上原の企画っていうのを最近やってて、まあそこそこ成績を残したんだけども、それは能力の高い選手だったからっていうのもあったと思って、まあいろいろ踏まえて、こんぐらいの難易度からスタートしました。まあやっていこう、うん、やってきます。新人使って名前も覚えつつ、楽しんでいきたいと思います。特に俺はね、あの視聴者のみんなに比べたら全然選手の名前も知らない人だから、覚えながら楽しんでいきます。はい、よし、今回はここら辺で終わろうかなと思います。で、動画撮ってない時の試合は、全て結界で飛ばします。なんで順位は下がっていくと思います。うん、そのいいところで俺の手助けがなかなかできないからね、うん、順位は下がっていくだろうけど、まあそんな感じで、やっていきたいと思います。はい、そんじゃ、今回終わります。次の試合はどこ撮ろうかな。まあ日ハム戦以外で適当なところ撮っていきたいと思います。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。